平成六年台風第二十号もしくはハリケーンジョンは九百九十四年八月にハリケーンとして発生後、統計域に入って一時的に台風となった越境台風である。熱帯低気圧としては史上最長となる寿命、移動距離を記録した。進路図百九十四年八月十一日にハリケーンジョンが発生し、当初は成型域である。 太平洋北東部を西に進んでいたが、28日に国際日付変更線を越えて、東経域に入ったため、越境台風の台風20号となった。しかし、台風はその後もと北コースを引き返すように、U ターンし、9月8日に日付変更線を通過して、西経域に戻り、再びハリケーン扱いとなった。すなわち、 当初ハリケーンであったものが一時的に台風となり、その後再びハリケーンになったため、2回も越境したことになる。熱帯低気圧としての生存期間は、史上最長の31日間に達し、ハリケーンであった期間も30日間と、観測史上最も長かった。また、総移動距離はおよそ1万 3000km であり、こちらも観測史上最長である。 30日間の間、2回も再発達をし、また3日間は、大炎上のルートを通っていた。なお、越境台風であるため、台風になっても国際名は変更されず、ハリケーンとして発生した際に付けられた、ジョンという名前が一貫して使われた。ありがとうございます。